ってきた。十時です。どうもパテマス協会でございます。なんかもうこうなってるな、ちょっとな。この三脚というか、このホルダーがバカになってきてるのかな。まあいいです。というわけで、スーパーでまた半額のパテマスを買ってまいりました。バッテラです。っていうかもうこれしかなかったからな。もう9時半ぐらいに行くと。いや、疲れましたね。いよいよ大掛かりな、作業の中でも、まあ、第2部の中ね、第1部はベッドとか机を作るっていう、じゃあベッドじゃないわ、机とか本棚作るっていうのがあったんですけど、第2部に入り出しましたね。3メートルの机、それが終わり、まあ終わりってまだ途中ですけど、次は、あれ、俺わさびどこやってた？持ってきたでしょ。え？俺わさび持ってきてなかった？今。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。なんで？俺中に出してなかったの？バカな子。いや、出してるやん。あれ、わさびどこ行ったん？俺の目とかほんまもうゴミやから、見えへんから。あれ、わさびどこやったん？え、嘘。なんで？俺わさび持ってきてるはずねんけど。冷蔵庫の中今入ってなかったから、あれどこに置いたん？俺。ちょっと待てよ。ほんとによ。もうこういうなんかもう一瞬でなくなるわ、この家、本当に。この家一瞬でなくなるわ、ものが。秒でなくなる。光の速度でも。絶対俺わさび持っていったもんねんけどな。え、持っていったよな。なんか巻き戻し絶対持っていってんだよ、俺。巻き戻しは絶対持っていってんの、俺。でも俺は巻き戻せないからわかんないの。え、どこ行った？ポケット？いや、そんなわけないわ。ほんとね、年齢感じるごとにね、どこにあったかほんまに分からへん。一瞬であったもん。こんなとこ落ちる？普通。割って開けたろ、この蓋。割って開けたろ、もう。そんな隠れる？絶対なんかしょうもない霊的なやついると思うわ。クソブサイクの座敷わらしみたいなやつ。行く？普通に置いて、この隙間に。ありえへんわ。俺の疲れ倍増させような、このゴミわさび。っていうかもう俺の家、この家もさっさと出て行ってやるからいいけど、本当に、クソブサイクなほんま、座敷わらしがおると思います。というわけでね、乾杯。キューピーセント。最近キューピーセントよ、飲んどんな。バッテリーいただきますわ。最近本当にDIY やウォーキングや、一日中動いてますんで、仕事してる間が、日が一番、仕事が一番、体が楽っていうね、ような状況になってますんで、炭水化物食ってたとって全然体重増えない。ほんと。やばいよ。あ、落ちた。やっぱり。落ちんかな。もうわさび挟んでほしいわ、これもう。なんでそのわさび抜きのやつに合わせんねん。まあでも商売ってそういうもんか。全員のために何やったらね、わさびつけたらええだけやんって話だけどな。今度の9日は成人の日？じゃあ成人の日か。その日にちょっと必死で DIY 朝から頑張ってやって、今作ってる棚を でもまだ今日木曜日でしょ、明日金曜日、3日あるか。明日仕事終わりに木材買いに行くか。だいぶ下準備と一番めんどくさい作業を今日終わらしてきたんで、その後にはもう180センチ、奥行き120センチの水槽の台というかスペース、作らないよね。
今回毎日水槽に200リットルほどの綺麗な水を入れれるようにしようかなと。1週間で 1.4 トン。まあ120センチ、180センチ、高さ90センチの水槽って何トンぐらい入ってんやろ。180×120 パッとはできない。ざっくり言って300としましょうか。300日メートルかけたら3トン、まあ3トン近くぐらい走ってんじゃない。でそのうちの半分を水替えするとなってるけど、でも薄めてるだけやから水を足すっていうことはね、抜いてから入れるんじゃないから、まあ3分の1ぐらいを毎週水替えてるって感じなのかな。半分入れたって。でね、毎日200リットル。水道代どれぐらいなんやろ。1万円ぐらいいくんかな、毎月計算したら。まあ電気代が下がればいいかな。でも直接ね、今考えてるのはね、水道水を温度のまんまね水槽に入れると、やっぱ温まってる水が冷めちゃうわけじゃないですか。熱帯の温度にしてるのにね。今回は水槽を埋め込みみたいにして壁作って断熱して、毎日定時になったら水道の栓がポンと開いて、雨水貯める貯水タンクあるでしょ、200リットルの、あれに貯めたのかもって。だから例えば朝の8時に何分間か水栓を開けて見といて、まだどれぐらいに200リットル貯まるか、半10分内で貯まるようにちょろちょろ出して、で200リットル溜まって、その200リットルをまた半日ぐらいが常温になってでしょ、その空間の温度になってでしょ、それを水槽に入れるというような流れを作りてえなと思ってるんですよ。いやそうしたらもうそんな冷たくない水でいけるやん、夏場でも冬、な夏場はいいけど冬はやっぱね、温めるので労力いくからね。なもんで、ちょっとその仕組みはね、こんな難しくないと思うけどな、俺の考えから言ったら。貯水タンクのところになんかタイマーでパチッと水栓が開くようなもん作ればいいだけでしょ。作るっていうか、あれそういうのあるでしょ多分、ないんかな、どうなんやろ。できへんかな、なんかあるやろ時間になったらスプリンクラーとかもあるかな、時間が経ったらそれをね、スプリンクラーが動くようにするような、なんかあるんだったら、水道も時間が経ったら蛇口をひねるようなものなんてあるんじゃない。ないかな、そういうもんだけど、そういう仕組みを考えていいんだよ、あるんかな。一日中と垂れ流しっていう方法もあるんですよ。浸水かけ流し、垂れ流しっていうかけ流しか、一日中水道の水をちょろ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 入れてるってやり方もあるんですけど、それはあんましたくなくてね、溜めてそれを常温に戻してから水槽にぶっ込む、っていうかもうその中をエアコン管理してるから水温と一緒になりますから、そんなも半日も置いときゃね、そのタンクに入ってるのは、そいつを半日後に水槽に入れる、そしてまた空になった状況で栓がプチンってしまって、で次の日の朝にまた水が200リットル追加されて、またその半日後に水が投下されるという、こういう仕組みできませんかね。
なんか皆さんアイデアありましたらちょっと教えていただきたいかなと思っております。さあというわけでウォーキングデッドを見たいパテモト協会バッテラを食べましたが、これでもつまみながらウォーキングデッド見ましょうかね。これまた売ってました。ちょっと辛いがほんまにうまい。エビせん何個買うたっけ。新居にも1個いってない。1、2、3、4、今回は5、5つにしました。ここに5つあるんで全部で6個買いましたね。新居にも食べようかなって置いとったんで、これをパリポリ食べり今そかりしながらウォーキングデッド見たいと思います。うん、はい。というわけでね、まあしょっぱなからわさび事件に始まり、最後はピタゴラ装置の作り方をちょっと模索した晩酌の動画でございましたけども、本日から皆様もお仕事されている方も多いと思いますけども、私も頑張りました。皆さんもよく頑張りました。明日も一日でもあんたって明日休んで行ったら休みでしょ。明日も明後日も仕事やってもらっても仕事ですからね。うん、はい、皆さんはまあ明日だけでも頑張ってください。ほな。